日本徳島県徳島市桂町勝葛町は徳島県徳島市の町名。勝浦とも呼ばれる。徳島市の調査による2012年5月現在、の人口は1504人、世帯数は578世帯。郵便番号は郵便番号770-8023。徳島市の東部に位置し、勝占い地区に属している。北は西塚町、大松町、 東は小松島市、南は竹六町、西は北条町と接する農業地域。東部を徳島県道136号ぐう徳島線が、中央部を JR 麦線が南北に通っている。西部に山地があり、その斜面がみかんなどの栽培に利用されているが、農業の中心はたたら川両岸の平地での米作である。 桂町は勝占い地区の中心的役割を果たし、徳島市役所勝占い支所、徳島市勝占い中部公民館、徳島市農協勝占い支所、勝占い郵便局がある。高寮、勝占い地区を校区とする、徳島市立南部中学校が、東端の早川敷にある。勝占い神社は、927年の、 演技式新名町にも記載されている古社で、源義経が、ヤ島攻めの途中に参拝し、勝ちを占めるという演技で式をこぶしたと伝えられている。元は、徳島市西塚町の一部で、昭和27年より、現在の徳島市の町名となった。米を主作物とする農村地域であったが、徳島県道136号風葬徳島線の、 周辺を中心に近年では宅地化が進んだ。特に国道55号の開通により市街地化が促進された。昭和28年に高良中学校と勝占内中学校が合併し、徳島市立南部中学校となる。昭和44年に勝占内農協が徳島市農協に合併。徳島市立南部中学校。ありがとうございます。